皆さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。ユキです。この動画は NVIDIA の GPU グラフィックスカードが搭載されたパソコンで画像生成を行っている方が対象になっています。結論から言いますが、2023年の10月31日のアップデートで GPU の VRAM が不足した場合に共有メモリーを使用できるようになりました。これによりステーブルディフュージョン WebUI での画像生成時に今までメモリー不足で生成できなかったサイズの画像やアニメーションの生成が可能になりました。それはすごいことですね。そうですね、まさに限界突破できるようになりましたが、注意点もありそうですので、私がいろいろと触ってみて気がついた点について情報を共有します。この情報を理解しやすいように GPU ドライバーとメモリーについて簡単に説明します。 NVIDIA GPU ドライバーとは、NVIDIA 製グラフィックカードとオペレーティングシステム間の通信を担当するソフトウェアです。グラフィックカードとは GPU だけでなく VRAM、ビデオメモリ、冷却システム、電力管理回路など GPU をサポートするための他の部品も含んだ完全なハードウェアユニットのことです。ドライバーはグラフィックカードの性能を最大限に引き出し、ゲームやプロフェッショナルなグラフィックスアプリケーションの実行を最適化しています。NVIDIA は定期的にドライバーを更新し、新しいゲームやアプリケーションのサポート、パフォーマンスの向上、セキュリティの強化を行っています。ドライバーを更新することで GPU の安全性とパフォーマンスが向上するのですね。そうですね。次にパソコンのメモリーに関してですが、メモリーにはシステムのメモリーである RAM と GPU のビデオメモリーである VRAM があります。 VRAM はグラフィックスカードに専用に組み込まれたメモリです。 VRAM は高速にデータを処理できるため、画像生成時のパフォーマンス向上に重要です。 VRAM が大きいほど生成できる画像のサイズや長いアニメーションの生成が可能になります。一方 RAM はコンピューターの CPU がデータを処理する際に主に使用されるメモリです。プログラムが使用しているデータを一時的に保存し、 CPU が迅速にアクセスできたり、複数のタスクを同時に処理することができます。パソコンを買うときに表示されているメモリというやつですね。そうですね。 VRAM と比較して処理がかなり遅いので画像生成には向きません。ダイレクト診断ツールでデバイスのシステムを確認すると、メモリの部分に記載されている数字です。この6万5千ぐらいの数字ですね。そうです。次にタスクマネージャーの GPU のパフォーマンスを開いてみると、専用 GPU メモリと共有 GPU メモリがあると思います。この共有メモリって何ですか？ GPU は専用メモリを最優先で使用し、必要に応じてシステムの RAM から 32GB までを追加で利用することができます。全体の RAM の半分ぐらいの数値ですね。そうですね。ただし今までのステーブルディフュージョンでの画像生成時には専用メモリ、つまり VRAM だけを使用して、メモリーが不足するとアウトオブメモリーになっていました。今回のドライバーアップデート後は、ステーブルディフュージョンでの画像生成時の VRAM の不足時に共有メモリーも使用できるようになっています。メモリー不足が解消されるのですね。そうですね。ただし共有メモリー使用時には当然 RAM を使用していることになりますので、処理速度がかなり低下します。どのように対応すればよいのですか？ではこれから実際にドライバーの更新方法とその後のパフォーマンスを比較してみましょう。ドライバーのアップデートで最も簡単な方法は GeForce Experience を使用する方法です。概要欄にリンクを載せますが、ウェブサイトに入ってから GeForce Experience のダウンロードボタンをクリックします。次にダウンロードされたこんなアイコンをダブルクリック。警告が出ますが OK で進んでください。インストーラーが起動しますので同意、インストールをクリック。そうすると GeForce Experience が起動します。上のドライバーを選択し、利用可能なドライバーのうちバージョン 546.01 のドライバーをインストールしてください。インストール前に開いている他のアプリケーションを終了しておいてくださいね。私はゲームレディードライバーを使っていましたが、今回はスタジオドライバーをインストールして使用してみます。ゲーム中心ならゲームレディードライバー、
クリエイティブ中心ならスタジオドライバーが適しているようです。エクスプレスインストールをクリックしましょう。警告が出ますが、OK をクリックして継続しましょう。インストール完了時に一瞬画面が真っ黒になりますが、待っていればこのような画面になります。閉じるで閉じましょう。GForce Experience の画面のドライバーのページで現在のドライバーの状態を確認します。NVIDIA Studio ドライバーになっていますね。これでインストールは完了です。画像生成する前に一つチェックしておきたい部分がありますので見ておきます。NVIDIA のコントロールパネルを開きましょう。デスクトップで右クリック。その他のオプションを確認を選択。NVIDIA のコントロールパネルを開きます。NVIDIA のコントロールパネルの 3D 設定の管理のページを見ていただき、CUDA システムフォールバックポリシーの項目がありますが、通常ではドライバーデフォルトになっていると思います。ドライバーデフォルトの部分をクリックすると、プルダウンメニューから、プリファーノーシステムフォールバックが選択できます。この切り替えにより、ドライバーデフォルトを選択すると、VRAM 枯渇時に RAM を使用するようになり、プリファーノーシステムフォールバックを選択すると、従来と同じように VRAM のみ使用して、足りない時はアウトオブメモリーになります。状況によっては、うまく使い分ける方が良いと思いますので知っておきましょう。ちなみに、不具合などでドライバーをダウングレードしたい時は、概要欄にリンクを載せますが、NVIDIA のホームページのドライバーの項目に入り、使っている GPU の情報を入力すると、画面下に過去のドライバーが表示されますので、その中からダウンロードして、同じようにインストールしてください。では実際に画像を生成して、変化を検証しましょう。最初はプリファーノーシステムフォールバックの設定で画像を生成してみましょう。画面の左側に、WebUI の画面を、右上にコマンドプロンプト、右下にタスクマネージャーの画面を出しておきますね。では最初に 768×512 の画像をハイレゾフィックスで3倍にアップスケールしてみましょう。ではジェネレート。あー、画像が生成できてしまいましたね。あれ、以前はこのサイズではアウトオブメモリーになっていたと思うのですが、ドライバー自体が良くなって VRAM の消費が減っているのでしょうか。それでは 768×768 を4倍にアップスケールしてみますね。ではジェネレート。あれ、これも画像生成が進んでいますね。タスクマネージャーでは 3D の GPU は 100% 使用の表示ですが、 VRAM は 10GB くらいで横ばいですね。コマンドプロンプトの表示でも画像生成は進んでいるようですね。共有メモリの方は全く動いていないですね。そうですね。おっと、一気に VRAM 使用が増加してアウトオブメモリーになりましたね。このタイミングで VRAM 消費が増えるのですね。では次にドライバーの設定をドライバーデフォルトに変更してみましょう。設定を変更して右下の適用をクリックします。これで変わりましたね。変更した場合は一度コマンドプロンプトから WebUI を立ち上げ直す必要があります。では同じ設定で画像を生成しますね。ジェネレート。生成初期の VRAM の消費量が増えた時に共有メモリも少し動きましたね。本当ですね。さっきと少し違う動きでしたね。その後はほとんど同じで進んでいますね。この後で VRAM の使用が急上昇した時にどうなるでしょうか。先ほど停止した時よりは進んでいますね。いけそうでしょうか。あ、アウトオブメモリーになってしまいました。あっちゃ、検証は失敗ですね。メッセージを見ると 40.5GB を割り当てようとしていたようですね。ちょっとこれはやりすぎでしたかね。どうでしょうか。共有メモリはまだ残っていたような感じですが、ただ設定を変えたことで共有メモリを使用しているところは確認できましたけどね。何が問題でしょうか。スタジオドライバーが良くないかもしれないので、次はゲームレディドライバーに変更して比較してみましょう。 GForce Experience のドライバー画面の右上の点々からゲームレディドライバーを選択すれば変更できます。インストールできていない人は先ほどと同じようにエクスプレスインストールでインストールしてくださいね。
インストールの時は他のアプリは閉じておくことを忘れないでね。同じ設定で画像を生成してみますね。今はドライバーのデフォルトセッティングで画像生成を開始してからしばらく経ちましたが、先ほどと同じように進んでいますね。今度は最後の部分で共有メモリも使い始めましたが、先ほどと比較してどんどん増えていきますね。これはちょっとやばそうですね。ああ、共有メモリもマックスまで使用して、コマンドプロンプトに見たことがないエラーが出ましたね。その後も両方のメモリーがフルで使用されていますので、一度コマンドプロンプトから終了します。でも、ドライバーを変えたら明らかに違う動きになりましたね。ちょうど良い画像サイズが見つからなくて、なかなか検証が難しいのですが、次は SDXL を使って検証してみます。画像サイズ 1536×1024 をハイレゾフィックスで2倍にアップスケールしてみますね。結構チャレンジングなサイズですね。大丈夫でしょう。それではやっていきましょう。ではジェネレート。おお、いきなり序盤から共有メモリを使用していますね。普通ならこの時点でアウトオブメモリーになっていそうですね。ただ共有メモリを使用し始めてからはとてもスピードは遅いですね。ちょっと早送りして、お、次のフェーズに向かって動き出しましたね。また最後のフェーズで共有メモリが 26GB まで使われていますね。やばいですね。ギリギリですね。大丈夫でしょうか。お、画像が生成できました。そしてサマリーを見てください。生成時間が5分27秒で、なんとメモリーの使用量が 47.68GB になっています。完全に限界突破できましたね。そうですね、検証に成功してよかったです。ちなみに画像はこちらで、ブルーペンさんが作られたブルーペンシルのバージョン 1.0 を使っていますが、とても綺麗な画像が生成できましたよ。すごく苦労されてこのチェックポイントを作ったことを X で話されていましたね。すごくいいので、みんなも使ってみてね。ではもう一度プリファーノーシステムフォールバックにして、同じセッティングで画像を生成してみますね。ではジェネレート。はい、すぐにアウトオブメモリーになりましたね。その他にもいろいろ検証を行っているのですが、コントロールネットを絡めてアニメイトジフを使用するときには、ドライバーデフォルトのセッティングよりもプリファーノーシステムフォールバックのセッティングの方が画像生成が早い場合もありました。プリファーノーシステムフォールバックのセッティングで共有メモリーを使用しなかったとしても、ドライバーを更新すること自体で今まで生成できなかったサイズの画像やアニメーションが作れるようになっています。今回は特に大きなアップデートであったと思うのですが、ドライバーデフォルトのセッティングで共有メモリの使用を許可することで、さらに大きな画像の生成が可能になっています。ドライバーはこまめに更新した方が良さそうですね。ただし以前に不具合の報告もありましたので、更新自体は自己責任でお願いしますね。お使いの環境によっても状況が異なるでしょうが、いろいろ試してみてください。私は長いフレームのアニメイトジフを仕込んで出勤し、帰宅してからパソコンを見たら8時間が経過していても 50% しか作業が終わっていなかったこともありましたので、場合によっては共有メモリを使用するよりはアウトオブメモリーで終了してくれていた方がありがたかったと思うこともあるかもしれません。なお NVIDIA のホームページでは、ステーブルディフュージョンの画像生成時に生成が不安定になる場合は、特定の Python ファイルのみプリファーノーシステムフォールバックのセッティングにすることを勧めているようです。方法として、ステーブルディフュージョンの BNB フォルダの中のスクリプツフォルダの中の Python プログラムのパスをコピー、 NVIDIA コントロールパネルの 3D 設定からプログラム設定を選択し、追加をクリック、参照をクリックして、パスを貼り付けてダブルクオーテーションを消して、開くをクリック、そのプログラムに対してプリファーノーシステムフォールバックのセッティングを行い、右下の適用をクリックする方法を説明していました。私はやってみたのですが、うまく設定が変化しなかったので、今回のグローバル設定での設定変更を行い、うまくいきました。
画像生成以外で VRAM を使い切るような作業はほとんどないので、グローバル設定で良いかなと思います。本日は NVIDIA ドライバーの更新についてと、設定の方法、実際の画像生成による検証を行いました。本日の動画は、この辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。